いや、本当に最初はすごく緊張したんですけども、お二人のトーク力に助けられながら、本当に楽しい時間を過ごすことができました。鳥越さんのことをすごく言ってしまったんですけど、大好きなので皆さん安心してください。はい。ということで、出張、上田鳥越、口は〇〇のもと、博多の宴、アーカイブは3月30日までです。ぜひご覧ください。